どうもどうも、おいきなり始まった。そう、本当だよ、もう何も聞かせないとなんけんな、本当に最近僕企画言わないようにしてるんです。いきなり始まった、はい、今日はですね、はい、9月の5日そろそろ秋イカも開幕するんじゃないかということで、おい去年秋イカが爆笑したポイントに今から行こうかなと思います。秋イカ調査という形でやっていこうかなと思います。普通にねやっても我々リルで違うじゃないかと。来た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 、はい、いうことで、ユースケに関して先にちょっと聞きたいことがありました。何ですか？いいですか？何ですか？前回の動画、はいはいはい、僕撮影してる時に、はい、キャラを模索してると。ああはいはい、はい、言ってましたよね。はいはいはい、わかりました。何なのよ。誰が新しいキャラを模索してんのよ。で、まあ、自分の中でですよ、はい、これまで過去に、まあ、いくつかキャラあったと思うんですけど、はい、どれがリスナーさんしっくりきてたキャラなのかなって自分の中で思いますよ。せーの、ジョンウン。正解。まあ、それしかないよ。まあ、一旦そこです。じゃあストップさせていただきます。大丈夫、マーク。マーク、今年の夏はね、なんかね、元気がない。これね、理由も分かってるのよ。うん、めっちゃ帽子取って、うん、ほら、見て見てこれ、皆さん、タクヤです。八郎のね、タクヤです。そう、この髪の毛なのよ、理由は。そうなんだ。原因は暑いのよ、きっと、うん、頭から夏バテしちゃってる。なるほど。ただでさえ頭良くないのに、あ頭からバテちゃって。本当のこと言うたなということで、今回はですね、調査と言えとバトルをしていただきます。こうで、はい、もちろんプラスですね、うん、去年爆笑したということで、お世話になった釣り場ということで、はい、ゴミ清掃もしていきます。あー、なるほどですね、はい、拾ったゴミとアオリイカ、はい、総重量の対決をしてもらいます。おわ、労働やないか。いいですけど、はい、いいですけど、今回負けた方には過酷な罰ゲームを実行していただきます。何これ、何これ。じゃあユースケに関しては、はい、キャラを確立しようということで、はい、髪型を、はい、ジョン・ウンに、はい、していただきます。カットに、はい、そうでしょうな。もう予約取ってます。俺らよ、勝手にこっちの都合、はい、私も忙しいんだけど。あなたの感じでもそうですよ。あ、僕も、はい、マー君が負けた場合は髪型を単発にしてもらいます。何、単発はお任せいただきたい。え、いろいろあるじゃない、形が。最近かっこいいのいっぱいあるじゃない。ある、任せてほしい、これは。まあ、行きましょう、とりあえず。何しろ、ね、ゴミ拾い、うん、ゴミ拾いじゃないわよ。私、ブーニーも行きますんで、うん、はい、ブーニーは、はい、なんで企画者がそんなあれをしない、じゃあお前らが持ってこい、じゃあ俺に、そういうの今度独裁者ってことで、行きましょう。早速もう時間が時間なんで、はい、行きましょう。はい、はい、アキーカー髪切りデスマッチ。顔してたんだ、うん。釣り場到着ってことで来ましたね、はい、来ましたね、まあ、こっからですね、この辺なのね、はい、おのおの、お、はい、え、回っていただくと、別々で回ってもらいます。ゴミはまあ釣り場で、はい、その打つところとか、うん、まあ、であったら拾って、はいはい、もちろんもちろん、どん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 拾って、ああ、なるほど、きれいにしていきましょう。了解です。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕はまあ、あちこち回るんで。了解です、はいはい、了解です。あちこち回るんでじゃないわ。さて、まず一発目はどうしましょうかね。そうだね、ブルーのやつ、こっちでいきましょうね。試してね、どんなもんかな。どうなってんだいのやつ。塩が効いてないんだけどね。9時半満潮だからね。今9時ぐらいだから。ちょうどいいね。塩は効いてればいいけどね。はい、ポイント入ってきました。もうね、よくわかんないのよ、場所。ほとんど来ないから、このちっこらへん。使うエギが、アピールマスターの3号、エリキュースね。行ってください。結構ね、ポイントもあったけどね、多い、今日、人が。ジョンウンカットでも嫌やな。たまたまなるのは仕方ないけど、寄せに行くのは嫌よね。そうでした。ゴミをね、拾わないといけない。見つけちゃったんですよ、俺。寝掛かりしたエギが多分ね、このロープに引っかかってたんですよね。ブルポみたいなやつかな。詳しくないんで分かんないですけど、これゴミゲット。タバコも、はい、タバコも拾います。こんなゴミとかもね、拾っていきたいと思います。
ゴミ。ゴミ拾いに来ました。すごいこれ、恐竜。恐竜がすごいいっぱいあるから。これペットボトルとかね。そうそう、これ自然に帰らないから、こんなのは。すごい。うわ、入ってるわ、中身が。とりあえず、うん、これもだ。海にペットボトルをやめましょう。ああいうのがね、あの一番自然に帰らないから。お疲れ様でした。今日はメインはですね、イカもそうですけど、ゴミも間違いない。間違いない。はい、メインターゲットということで、はい、拾ってきました。マジっすか。はい。じゃあマー君から。せーの、ドン。見て。おっと。おっと、いやいやいや、ちゃんとだからね。私そして瓶もあるから、瓶重たいから、オロナミン C あるから。うわ、ずるい。エギのカスは絶対持って帰って、悲しくなるこっちが。なるほど、うん、できることからコツコツ。ありがとうございます。そして、はい、ジョン・ウン選手。はい、汗だけいっちゃう。汗すごいんだから、これ塩吹いちゃった。せーの、ドン。はい、おっと、量がちょっと違いますね。すごいじゃん。エグいから、ペットボトルやら。量がエグい。いや、これだけじゃないからね。あ、違うの。なに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 。デデーン。すごいじゃない。2人とも結構ね、はい、はい、ゴミ拾ってきてくれたんで、ね、本気だからね。で、検証しましょう。私からじゃあ行く。ああ、マー君から行くか。はいはいはい、はい、いいですか、ゼロゼロ。いいように見えてます、ゼロですね。そのまま行きます。はい、瓶入ってるから俺の。アキイカなのよ。ちゃんと調査。調査できた。ちゃんと調査した。うん、ちょうどいい。うん、これがアキイカのサイズです。そういうことですか。はい、皆さん。はい。はい、どうぞ。ゼロですね。これかけるのがよ、難しいよね。ちょっと。いける？いけないんだったらもうダメよ、それ。うん、そうよ。いけるのよ。ちょっと待って。ロックだった。ハルイカの走りでございます。頑張ったもんだって。確かに。ペットボトルの中に入ってるやつも全部捨ててきたから。あ、中身も。中身も。なるほど。吐きそうになったから腐って。まあ発酵してんのよ、中身。まあまあまあ、そういうことですから、うん、グリーン活動っていうのはそういうことです。そうそう、そういうこと。ってことで、はい、マー君がまあ 350g ぐらい、はい、ジョンが1キロ超えと。1キロアップと。キロアップです。ハルイカということで、ハルイカということで今回の、はい、はい、敗者を、はい、マー君ということで。同点でしょ、同点でしょ。同点じゃない。ゴミを拾っただけでしょ。あなたはアキイカでした、ちゃんと。このままじゃあもうマー君は罰ゲーム執行ということで、はい、この行くの、今から行くの。いや、今は空いてないから。ああ、まあ、後日、はい、髪の毛どんなことになるんだろう。1年以上伸ばして、こんだけ伸ばしたんだけど、どうなるんだろう。モナリザ。まああれから2日後ということで、はい、まあ罰ゲームですよ、執行。日曜日にする。大体日曜日じゃない、罰ゲームは。ということで、はい、罰ゲーム執行の場所に来させていただいてます、ね、ご紹介したいと。先に知らせながらできる。ばあおばちゃんでー。美容室ホーミー。ホーミーだね。はい、パーマ屋さんなんで、よろしくお願いします。ああ、なるほどね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。罰ゲームということなんで、はい、こちらを装着お願いします。いる？いる。いる？はい、そのままつけてください。ずっと？はい。これね、うん、あのまあ、サングラスにビニールテープをね、貼ってるんですよ。完全に見えない状態ですね、今。坊主じゃないよね。うん、坊主じゃない。ないないない、そんな。あのね、マー君、さすがにリルではそういう浅いことしません。お任せください。じゃあ、それでは散髪式。はい、よろしくお願いします。こんぐらいかな。いや、まあまあ行ってるね。まあまあ行くよ、そりゃそうよ。行ってるね。行ってる行ってる。半分ぐらい行ったね、今ね。単発だから。え、単発目標だから。そうそうそう。見えてないでしょうね。全然見えてないですよ。もうここの鼻に落ちる髪の毛の感触だけで、あっ、ってなってるだけ。
そうやいいねいいうん夏っぽい壊れろ出来上がるまあ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 一旦ね一旦え何一旦って一旦さやっぱりねかっこよくしてもらわないと活動者だから言うといやわかるけど一回言ってみるそのままで、うん、はい皆さんこんにちはって言ってみてちょっとはい皆さんこんにちはどうもねやっぱ違うわ違う違うもうちょっとやっぱり欲しい本当うん目じゃない目じゃない目じゃない騙されないそういうのにはえリルラーたちどこ見てんだよえどこ見てんだよおしゃれになるんだからマー君プラスそう、とりあえず今カットの方が終わったということでおばちゃん今からですねはいこれ我々の必需品はいああよく見ますねこれ何が入ってるかっていうと、はい、こういう感じですねなるほどねなるほどなるほどねああいいおしゃれもうすでにおしゃれ話題のトラちゃんだあっおいっすはい到着しましたすいませんジョン・ウン選手です今ねあのカットが終わって第2おしゃれ形態ということでああ、はい、おしゃれ今でもおしゃれもうね十分おしゃれうんもうあれよデニーロデニーロロバートデニーロ、うん、デニーロもう今デニーロこんな飯取ったっけ完全デニーロもう今ああなるほどねこういう感じでこうつけていくとですね、はい、ジョン選手もかっこよくしてくれる、ちょっとなんか横と後ろが伸びてるから、ね、ついでに切ってあげるよ、はい、ありがたい先生がありがとうございます先生、はい、今もねマー君がもうまだまだこう待ちなんですよねマー君はね、はい、少々お待ちくださいでは先生お願いします、はい、ちゃんとそういうとこも整えてくれるんですね、うん、もちろんもちろんわすごい優しい自分で切ってるんでしょ自分で着るわけあったろうがいちょうどね、明日から私ちょっと旅行に行くのでああ、そうなんですね、うん、関東の方に行くので、うん、ちょうどよかったですね、うん、関東っぽい感じで関東っぽい感じでどんなのまあ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 、うん、これだけでもあれやもんね、うん、本当にやりすぎじゃない大丈夫大丈夫やりすぎじゃないやつ大丈夫ってやりすぎじゃないかやつおいおいせ佐々木の分かっとるところで言っとったおいなんやりやがったよご好意なんだからお前らの悪意の中見えてきたぞ今からね、ヘアセットの方先生がしてくれるってことなんで完成したらまたカメラを回したいと思います楽しみにしといてねマンセーマンセーマンセーじゃねえよバカタレこの野郎旅行って言ったよな関東に旅行って言ったよな平壌じゃなかぞおいもうね素材使わなくていいわすごいのよ本当に完成度がすごい、うん、クオリティ高いです、ね、クオリティと稼働がすごいからここまでされたらもう感服ですよ本当にもう専属の人だと思ったんで本人のということで、はい、そろそろマー君がカーラーを取る時間が、はい、来たそうなんで楽しみですね、はい、マンセーマンセーじゃないよやろうサッカー選手なのかな、ええ、うん、うん、海外のなるほどね、うん、じゃあお披露目といきますできました、はい、3、2、1わあなに、なに、つけてんじゃん似合ってるじゃない似合ってるチリチリなってるいや、見て見てはい、ってことはいいや怖いクオリティがやばいのよクオリティすぎたけどここまでされたらさ、気持ちいいけどねうん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 マックはね、今回罰ゲームということでなんか、いいねえうんいいコメントみんな、あ、似合ってるって来ると思う来ると思うロナウドって来ると思う西田もロナウジーニュナスってことではい、はい、今回お世話になりました、はいホーミー、はい、山内のおばちゃん先生ありがとうございますありがとうございますありがとうございましたペレペレ素晴らしいです素晴らしい出来です、はい、長崎市の油屋町、はい、ホーミーという、美容室ですねそうですね、はい、山内のおばちゃんがやってるお店でございます、はい、おばちゃん言うて入ったらね、はい、あなたも慣れます
ということで今回はですね、はい、罰ゲーム執行ということで、はいはい、皆さんぜひ、はい、面白かったなと思う方は高評価、チャンネル登録されてない方はね、ぜひチャンネル登録今してお願いします。万歳。